皆さんこんにちは。神奈川県立生田高校の根津と申します。短い時間ではありますが、本校の取り組みについて発表したいと思います本。本日の発表内容なんですけれど、えっ、ー、とまあ研究課題とかそれを設定した理由。それから1年目の取り組みと、えっ、ー、と1面1年目の課題と2年目の計画について、まあ,あのあまり長い時間ではないので、ざっくりと説明をしたいと思います。 えっとまずあの本校のえっと研究課題なんですが、21世紀型学習スキルの育成と実践、社会が求める ICT スキル獲得を目指してというところです。21世紀型学習スキルというとなかなかいろいろなものが。 本校の目標としてはあの文房具のように当たり前のように生徒たちが ICT 機器を使うということを、まあ、目標にいろいろ授業で取り組んでいます。まあ、ここに書いてあるようにあのなかなか ICT を使っている生徒も多いんですけれど、まあ、自らを表現できる武器として活用しているかと考えるとどうもそうではないかなというところで,でそれをまあ改善するためにあのこの研究課題に取り組みました。 まずあの1年目の取り組みからです。 で、一年目の取り組みなんですけれど、まあ、あの、一年目はですね。まあ、ありとあらゆることをちょっとやってみようという、そういうスタンスで。あの、いろんな事業で、えっ、ー、と、この I. C. T. を使った事業を、まあ、構築していったんですけれど。まあ、本校の場合には、えっ、ー、と、何を使っているかというと。まず、あの、グーグルアップスです。グーグルと、あの、提携して。アップスを使えるようにして、あの、生徒全員に、個別のアカウントを配っております。それから、あの、ペンプラスという。 双方向の。 授業をやるときに結構便利なソフトとそれからあの昨年度から神奈川県の教育委員会と提携しましてクラッシーを一年生の時には無料でえっと配れるあ利用できるようにしていますのでそれをまあ三つ使いながらやっていますまああの時間短いのでまあ細かくは説明できませんまあ冊子の方えっとご覧になっていただければと思いますまあとにかくあの裾野がかなり I C T を使った授業がまああの 広がったというところで問題解決型共同学習ですねあのグループ学習の中で ICT 機器をうまく使ってでそれぞれの生徒の発表を促すとかそういうえっと授業があのこの取り組みをする前には非常にそんなグループ学習をする授業っていうのは非常に少なくて講義型の授業だったんですけれど、まあ、昨年度からもうかなりの強化でこの問題学習型のえっと共同学習をえっと取り入れる授業が非常に増えました。 あと部活動とかでも、えー、ICT を利活用するようになり若手の教員を中心として、えーとまあ、あの研修会をあ催するよう 重ねて,ってそういううういことも行うようになりましたあとあの昨年度の末にあのプロジェクトチームを発足させてまあ今後の ICT の利活用の事業のあり方というのをまあ組織的にあの運営するちょっと遅まきながらなんですけれど組織的に運用することができるようになったのでそれが大きな発展的なところではないかなと思います。あとですねあの朝のえと打ち合わせの掲示板だとかあるいは ICT 機器の予約ですね これをあの Google アップスのカレンダーを使ってえと予約ができるようにまあ残念ながら教室にプロジェクターが備え付いてではないのでまああのえとプロジェクターの方を予約するのもえとそんなものを使っているというところです。これがちょっと,えーと Google アップスのカレンダーを使ったえと予約の状況なんですけどこういうふうにあのプロジェクター等を使う先生もかなり増えてきました。 で、あの課題としてはですね。かなりその共同学習のモデルを作れてきたんです。けれど、深い学びですね。深い学びにはちゃんとなっているのかなっていうね。対話的な主体的対話的な学びはかなりできてきたと思います。で、深い学びをするための教員側の工夫。あとは ict。ただ使うだけではなくて、じゃあ使ったらどのような効果があるのか。っていうのを検証がちょっとまだまだ。 というところで形だけではなく中身の充実も必要になってくるかなと思います。それからあの記録ですね。あの ICT を使ったってどういう風うに生徒たちが伸びていったかっていう記録を取ることの重要性というのがあのよく話題になっておりますので、まあ、今回はグループ学習の様子をビデオに撮って変化。 だとかそういうものを追っていくっていう2年目にはそういうことをしたいというふうに考えております。それから先ほども言ったんですけど b y o d ですね。えっ、ー、と生徒が個人で持っているものを活用したえっ、ー、と授業というものをまあ、プレプロジェクトを中心に研究をしていきたいとそういうふうに考えております。でまああのとにかく一番大きな課題はまあ、シラバスの中に ICT を活用したえっ、ー、と授業の内容を盛り込むということでそれをあの あの、今年度は本格的に形にしていかなければいけないかなと思っています。あ短時間でありましたが、あの落馬なんですけど、これで神奈川県立生田高校のえっと中間発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。